どうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日もですね、マスターボール級を目指してシングルレート頑張っていきたいと思うんですけど、前回とはちょっと変わりましてですね、オープニングらしくしてみました。後ろで映像流れてると思うんですけど、そして前回の動画見てくれた方ありがとうございました。コメント欄とかもね、すごく励みになってるので、皆さんどしどし、なんか気になったことあったらとか、なんかこういうポケモン使ってほしいなっていう意見あったらぜひお寄せください。ということで、マスターボール級目指して、まだスーパーボール級なんですけど、シングルレート頑張っていきたいと思います。お相手見つかりました、マッティアさん、対戦お願いします。ルカリオ、ラプラス、リザードン、エースバーン、ドラパルト、ストリンダ。早相手決めるの、もう決まってたのかな。ラプラス嫌だな、炎タイプ多いな。リザードン、エースバーン、ドラパー、パルシェンいけそう。いや、やばいかな、パルシェンいったら。パルシェンいけそうだけど、ナットレイが出しづらいのか。オーロンゲでいくか。初手オーロンゲ、パルシェン、ミミッキュ。わ、ルカリオがいるから、ちょっと微妙だけど、ミミッキュは刺さってるな。オーロンゲから入っていいかな。パルシェン、いや、オーロンゲ、パルシェン、ミミッキュだな、ここは。これでいいと思う。ルカリオがちょっと重いけど、多分何度かなる。はい、対戦お願いします。チャーザード、うわかっこよ。リザードン対オーロンゲ、悪くはないか別に。でここはとりあえず光の壁張ります。多分特殊型だと思う、リザードン。うわ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 、なに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 。でもいきなりしてきたなら、ここで3ターンをオーロンジが頑張ってしのげば、裏パルシェンと、あーやだなー、パルシェンがかっこよ。色違いの巨大マックスリザードン、色違いの巨大マックスリザードンってめっちゃレアじゃないこれ、すごくない。光の壁でパルシェンが巨大極限のやつ、巨大極限のやつっていうか、なんかそうだと、うわやだな、助け潰れるんですよねこれ、強いし。うわーオーロンゲでももう一発は耐えられそうだな。いや無理か、うわーうわー、これ結構削られたな。イカ様打っといてもありだけど、リフレク打ちたいよね。でも多分そうなるともう負けだ、負けじゃない、やられちゃうから。今1ターン終わって2ターン目、まあリザードンどうにかしなきゃな。ちょっと待ってよ、でもパルシェンでなんとかなりそうな気がするんですよねリザードン。あー巨大極限のやつが嫌すぎる、パルシェンが腐っちゃう。リフレクター貼って退場するか。オーロンゲちょっとでも削るか、ちょっとでも削っといた方がいいか。待てよ、特殊型イカ様打ちます。ここはちょっとでも削ってほしい。ただ相手の方が早いよね多分。ここで一発耐えて欲しい。 OK、 どれぐらい入るか。うわ全然入らんな。でこれでやられちゃうんか。オーロンゲ強いな、巨大極限。イエーパルシェンかな。最悪ミミッキュで研磨して3立てはありえるから、とりあえずパルシェンで、ロックブラスト当ててほしい。ロックブラスト当てて、まあそっからかな。巨大極限あるから、空やぶ積めないんで、ロックブラストでいいよね、多分。どうなる、どうなる。うわ何、どれぐらい入るかな。まあ、これはもう、しょうがない。これはしょうがない。ここで当ててほしい。当てて、ミッキュにつないでほしい。あと、リザードンは倒してほしい。最悪。OK。1。あ、いいんじゃない、これいけるでしょ。いや、怪しいかな。急所じゃない今の。違う。あ、いけるわ、これ。OK。リザードンは突破して、でもパルシェンが巨大極限でやられて、本当にミミッキュ次第だな。
え、でもグラスフィールドになってる状態なら悪くないか。やばくない？ルカリオいたら本当にやばいな。これはもうミミキ出すしかないんで、ここはルカリオがいたら、あ、ルカリオじゃないこれ。おーやば、ルカリオでミミキ出せるのかな。やばいよなこれ。え、ルカリオって打点、あ、シャドクロも効くのか。一応効く、あ、全部効果ありなんだ。一応剣舞します。とりあえず剣舞してもう3打点狙うしかない。これはあールカリオの方が早いよな。釣りダイマックスして、うわー外してほしかったなこれ。まあ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 、巨大極炎が嫌だな。これ燃えちゃうよね。でも回復するよね。ちょっとどれぐらい回復する。うわ全然足りてないじゃん。やばい、ここはダイマックスして一発耐えなきゃやばいよね。最初何打ったっけ最初、はい、アイアンテールか。うわー耐えなさそうだな。とりあえずダイフェアリーをミストフィールド、うん、ダイフェアリー打ちます。いやー先に動くよね多分ルカリオ。バレットパンチが持ってたらもう怪しい。いやー無理かなミミッキュー。剣舞積んだからワンチャンありそうだけどな。これとりあえず耐えてほしい。おうおうおお、これ耐えて。あ、先じゃん。あれなんで、あれミミッキュの方が早い。これ飛ばしてほしい。オッケー、ルカリオ突破。これ全然あるぞまだ。ラス1次第では全然ある。え、え、ルカリオの方がなんだろう、素早さに振ってないのかな。まあでも確かに剣舞の命の玉のミミッキュは止まらんか。え、めっちゃいいの持ってったな。ドラパルドじゃないこれ。あ、これ勝ったでしょ。ドラパの素早さは上だけど、うわー、わからんな。まあ、ダイフェアリー打ちます。先だよ。あー、そういうやつね。え、ちょっと待ってよ。1ターンで2ターン目。今、これが2ターン目だよな。これ耐えてほしい。これ耐えて、切り返しで来たい。うわー、これ勝ったでしょ。え、ちょっと待てよ。いや、ある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 、タスキで、え、あれって消えたっけ。あ、最悪。そうだ、弾忘れてた。うわー負けた。ドラパ勝ちたかったな。マッティアさんありがとうございました。はい、というわけで実況動画2本目にして本日負けてしまいました。いやー悔しいねこれ。やっぱり対戦の方も実況もまだまだなんで、これからどんどん頑張ってレベルアップしていけたらなと思います。いや、やっぱり勝ちがあれば負けもあるんでね、これは悔しいですね本当に。ということでいきなり負けの試合になってしまいましたが、皆さんご視聴ありがとうございました。また見てねー。